どうも皆さんこんにちは。風呂の床のタイルがなぜか苦手、キャベツです。人は生まれた時から死に向かって生きている。誰もが考えたことのある自らの死、死ぬ時は可愛いチャンネルたちのバイオツに囲まれて死にたい。ということで今回は悲惨な死を迎えたゲームキャラクターをご紹介していきたいと思います。では行きましょう。クロックタワーランド親子と龍さん男。龍さん男とはクロックタワー3に登場するキャラクター。本名はジョン・ヘイグ、魔の者の配下の一人で、主人公アリッサが2番目に遭遇、戦った相手です。ガスマスクとゴム製の作業服で身を包み、中に決して尽きることのない硫酸を蓄えた手動式の噴射器のようなタンクを背負っています。生前は殺人詐欺師の知能犯。彼は一人暮らしの老人の家に汚名をつけて侵入し、金目のものを奪った後、挙句の果てに老人を殺害し、証拠隠滅に硫酸で溶かす残酷な男。犯行に使用する硫酸は盗品であり、これを扱う工場などに侵入してこの硫酸を調達していました。それゆえに警察は硫酸を扱う施設での張り込み捜査を行ったり、1962年5月11日にヘイグはメッキ工場に硫酸を盗みに入った矢先、警官に発見され逃走。銃撃戦の末、弾は付近にあった硫酸タンクに命中し、そこから溢れ出た硫酸を頭から浴び死亡。翌年に魔の者の配下として復活しました。そしてみんなのトラウマ死、硫酸男がランド親子の家に取り入り、目の不自由な母親ドロシーのために治療費を貯め続けている青年アルバートランドを硫酸で失明した挙句、親子ともどもドラム缶に入れ、生きたまま硫酸を浴びせて殺害。魔の者の配下の中で一番残酷でむごい殺し方をしています。余談ですが、この硫酸男、本名のジョン・ヘイグですが、これは1944年から49年頃に硫酸風呂の殺人者の異名として恐れられたイギリスのシリアルキラー、ジョン・ジョージ・ヘイグという実在の殺人者をモデルとしているようです。興味がある人は自分の家の風呂に入りながら見てはいかがでしょうか。ファイナルファンタジー7エアリス。エアリスとはファイナルファンタジーシリーズに登場する女性キャラクター。全世界のゲームプレイヤーが涙し、あるいはトラウマを植え付けたこのエアリスの死。ミッドガルにてこの地では育たないとされている花を廃墟となった教会と自宅の庭で育てているエアリス。星と語り、星の力を操ることができる古代種セトラの唯一の末裔で、星のエネルギーが豊富な土地、約束の地を見つける能力を持っています。その不思議な能力のせいで巨大企業シンラカンパニーに狙われていた頃、何でも屋のクラウドと出会い、彼女はデート1回の報酬でクラウドにボディーガードを依頼し、以後行動を共にすることになりました。そして彼女の死は本当に唐突にやってきたのです。大詰めで起こる衝撃かつ悲劇的なイベント、忘れられる都へ向かったクラウドたちは祈りを捧げるエアリスを見つけ、彼女の元へ駆け寄ります。この時クラウドは操られエアリスに剣を向けてしまいますが、仲間の声で我を取り戻します。しかしエアリスが振り向いた時、祭壇の天井から飛び降りてきたセフィロスが政宗で彼女の胸を貫き、そのままエアリスは絶命。本当に唐突に起こるイベントであり、別れの言葉が一つもないままあまりにあっさり殺されてしまうため、初めて見るプレイヤーを衝撃と混乱が混濁。なおエアリスを殺したのはセフィロスではなく、セフィロスに擬態したジェノバライフ。その残虐な申し合いゆえに、下手すると HP0 で死亡した時よりもトラウマは大きく、しかもエアリスの死はゲーム上の使用などで回避はできません。これは号泣不快。そしてその後ゲーム終盤ではエアリスと出会った教会に行くと、花を育てているエアリスの幻影が現れますが、近づくと消えてしまうといった粋な演出まで。そんなエアリス、ファイナルファンタジー7リメイクで復活。ファンの間からは生存の声が上がっていますが、やはりエアリスの死は避けられないとの情報が多くあり、再びファンたちが泣き叫ぶ光景が見られるのではないでしょうか。ブレスオブファイア。うつゲーと名高いブレスオブファイア。こちらはカプコンが2000年4月27日に発売されたプレイステーション用コンピューター RPG。 敵国フォー帝国に拉致されていたエリーナの体はユンナの実験台にされ、醜い怪物に改造されてしまっていました。エリーナはウィンディアの第一王女でありニーナの姉。非常に登場人物が多いので頭の中で整理しながら聞いてください。被災者の見舞いに訪れたセネスタで装飾を立っていましたが、実はセネスタから敵国フォー帝国に連行されており、フォールを殺すべくより強力な呪法を発射されるための生贄として魔物と掛け合わせることで生命力を長らえさせるというユンナの人体実験の実験台となっていました。結果として肥大しすぎたその内臓は下半身と変わって露出し、生贄になるには大きすぎるためアスタナの別館に幽閉されています。呪法はブレスオブファイア4のストーリーにおけるある意味中核をなす兵器。名前の通り人の呪いを核とするため、生きた人間が生贄として使用され弾となって発射されるというのが呪法。当然生贄は消滅、
生贄の意思には関係なく呪いを強力なものとするため、つまり可能な限りの苦痛を与えるため、生贄をできる限り生かしたまま殴り殺すという凄惨な拷問が行われます。弾となる生贄はターゲットと関係の深い人物であればあるほど威力が増すといった制作者の頭パッパラパーとしか思えないような設定。ユンナは全ての元凶にして究極のトラウマ製造機、製造者、呪法の開発者にして管理責任者、また帝国の研究者でもある祈祷官ユンナが簡単には死ぬことのできない体を救って差し上げたのです。皆さんが通ってきた大きな内臓、あれ彼女の内臓なんですよ、というセリフを放ち、エリーナに会うために入ってきた道中のダンジョンは彼女の体の一部であったということが判明。こんなイカレポンチの彼の非道の数々は、ユンナ死ね、殺させろ、絶対に許さないとスクールデイズの誠死ねとよろしく多くのプレイヤーから憎まれています。しかし彼がいるからこそブレス4の魅力かもしれないという声もあるほど。クレイはエリーナの絶望で彼女に新鉄の剣を突き立てて殺害しましたが、その黒幕であるユンナを仕留めることはできませんでした。エリーナはもはや生きて故郷に戻ることができないことを悟っており、最後に好きな人に会えたことに感謝、せめて恋人に殺されることを願い、クレイの手でその生を終えました。あー救えねえ。いつか降る雪、やっぱり神様なんていなかったね、で有名ないつか降る雪の羽村誠のカオスエンドをご紹介しましょう。いつか降る雪はデコポンが2004年に発売したアダルトゲーム、白亜のサナトリウムを舞台に医者と5人の少女の交流を描いており、それぞれのヒロインのルートの結末はピュアエンドとカオスエンドの2つに分かれています。サナトリウム内で主人公と博士が対立し、羽村誠は人質として博士に監禁、交渉は決裂し、自暴自棄になった博士はサナトリウムに放火を始めます。主人公は誠を救出するためにガラスを割ろうとしますが、まるで歯が立たない。結果誠は火災が発生したリハビリ施設の中に閉じ込められることになります。主人公は彼女を脱出させるために部屋のガラス壁を破ろうとしてひたすら殴り続け、その勢いは拳から出血した血液が大量に張り付くほど、それでもガラスは全く破れない。火の手は迫るばかり、羽村誠は自分が助からないことを悟ります。そして彼女は最後の言葉を伝えようとしますが、ガラス壁はボーン、声を届かせることはできないのです。そうして彼女はせめてと思い、スケッチブックに最後の言葉を書き残します。それがやっぱり神様なんていなかったね、やめろー。ということでいかがだったでしょうか。冗談抜きでファイナルファンタジー7が人生で初めて涙したゲームです。プレイ後に悲壮感が漂うゲームも珍しいですよね。じゃあこの動画が良ったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter や Instagram もやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。アルバート、お袋危ないじゃないか、一人で歩き回っちゃう。夕ご飯の用意ができたから呼びに来たんだよ。大丈夫だよ、お前も仕事に精を出してるんだ、私だって頑張らなくっちゃ。ところで今度はどんなものを作ってるんだい。また子供たちがびっくりするようなものを作ってるんだろうね。そのつもりだけどなかなかうまくいかなくてね。アルバート、これは？もうすぐ冬だろ。お袋が寒い思いをしちゃいけないと思って前から編んでたんだ。どうだい、掛け心地は？とても暖かいよ。とても、ありがとうアルバート。貴様らを幸せになんかするものか。